ちょっと皮ごと食べてみようと思います。いただきます。こんにちは、サンロードの花様です。もう5月ですよね。ほんと早いですよね。5月と言いましたら何を思い浮かべますでしょうか。5月と言いましたらやっぱりビワですよね。なんでやって感じですけども、このビワですね、私皮ごと食べれないのかなと思ってですね、ちょっと調べてみたんですよ。実はですね、このビワ皮ごと食べれるそうなんですよね。またこの皮にはですね、栄養素がたっぷり含まれているようで、あのベータカロテンやですね、ベータクリプトキサンチン、こちらが入っておりまして、これらの栄養ですね、実は美容や健康にもいいですし、またですね、免疫力を上げる効果もあるそうなんですよね。それでは早速ですね、ちょっと皮ごと食べてみようと思います。いただきます。意外といけますね。というか皮がですね、なんかリンゴを丸ごと食べてるような感じのあの皮の残り方がいたしまして、そんなですね、皮に苦味があったりとかも全然しなくてですね、ほんとリンゴをですね、丸ごと食べてるような感じですね。またこのビアですね、酸味がまろやかでも本当今の季節いいですよね。ただいまですね、新型コロナウイルスの関係で外出自粛されてる方も結構いらっしゃると思うんですけども、そういう時にはですね、旬の果物を食べてこの季節を楽しみませんか。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。またですね、こちらの動画もよろしければご覧いただければと思います。コメントもですね、お待ちいたしておりますので、もっとしとしコメントをしていただければと思います。それでは、だんだんなー。